クリスさん今日あれですよね、クッキー作るために俺呼んだんですよね。そうですね。で、あとでディジさんが来るからサプライズで渡すんですよね。そうです。で、このレシピ見たら作れるんですか？本当に作れます。嘘だ、ガチで作れるんですか？作れますよ。じゃあ後でディジさん来るんで渡しましょう。そうですね、はい、作るしかないねえ。作るか。常温のバターをボウル台によく入れ、よし、こいつね、クリさん、こいつですよ。こいつをバター 100g。 バター 100g？ 分かんないですか？ちょっと言います、俺が。これやるじゃないですか。これ入れちゃうと、もう337になっちゃった。これ0するんですよ。うん、おい、おい、まあ、最初は常温のバターはボウル台に入れる。そうですね。それだとあれなんで、これつけてください。ゆっくりさん、クッキー作ったことあります？作ったことないですね、俺。俺もないですけど。小学校とか中学校、あれだったじゃないですか、家庭科の授業。ああ、俺学校行ってないんで分かんないですよ。やばい。100g ですよ。100g。 え、これ0になってるんですけど。0にするんですよ、だから。こいつを入れて100にするんですよ。いけるかな。ちょうど100なんだけど。こいつをよく混ぜるらしいですよ。クリさん、混ぜてる？はい。混ぜれるっすか、ちゃんと。はい、混ぜます。あ、やべ、落ちた。じゃあクリさんのあれか、貴重なシーン撮っとくか。おい、クリさんちょっといいかも。いい感じっす、これ。はい、クリさん何型っすか？俺、O です。いや、だと思う。絶対そうやなんか、絶対 O だと思ったわ。よく混ぜたら、バターに砂糖を入れて。よく混ぜました。混ぜます。これじゃあいいんじゃないですか。バターに砂糖を入れるらしいですよ。そうですね。もうここにいいっすか？いや、ちゃんと。え、ダメっすよ、ちゃんとやんないと。どれで測ろう？一回、まあいいんじゃないですか。これ取っとくか、ちゃんと。これな、ゼロ、いけんじゃないですか。え、クリさん、マジで本当にやった？ちゃんと。はい、一回待って。おい、あ、大丈夫です。おい、最強じゃん。あ、出ねえわ。何グラムか見たっすか？本当にクリさん、俺、袋開けれてない。クリさん、何グラムか見たっすか？ちょっと待って、これ開き方よくわかんないんだけど。包丁で開ける？なんかすごい焼き方になってる。やっていきます。あ、やべ、これ。お、いけるじゃん。えい、いけるよ。いけますね。クリさん、80だよ。いける？本当に。え、え、あれ、意外となんか、うれ、あ、絶対もう。クリさん、何やってんすか。すいません。クリさん、28オーバーっすよ。やばいっす。クリさん、マジ80っすよ。はい。おい、おい、強っ。あ、で、そいつをで、こいつに入れるらしいっす。はい、じゃあ砂糖を入れます。で、混ぜます。そう。あ、直せやめます。もういいんすか？あ、いいっす。うまいっすよ、混ぜんの。じゃあこれ交換しましょう。あ、これどうやって混ぜるんですか？おお、いい感じっすね。え、ナナさん料理とか作るんですか？俺ですか？はい、俺料理作るんですよ。得意料理聞いてください。得意料理なんですか？え、ポトフです。ポトフ？はい、ポトフ知ってます？ポトフ何？ポトフってなんですか？スープみたいな、ウインナーとかあるじゃないですか。なんかブロッコリーとか、はい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 、はい、人参、じゃがいも、玉ねぎとか、まあ、ウインナー、ウインナーもあるよ。いいじゃないですか。ベーコンもあるし。今度作ってくださいよ。え、いいっすよ、お家来てください。いけます。作ってあげます。仕方ない。おい、でもタコライスも作れるっすよ。マジっすか、はい、タコライスめっちゃ好きっすよ。え、作ってあげますよ。家来てください。マジっすか、はい、いけます。 Been broken, beaten down. Tasted dirt as I hit the ground. You were there. You were there.待って、俺いける。パティシエ。え、クリさん、どう？いけそうっすか、これじゃあ。あ、もういけそうっすね。じゃあもういくっすか、次。いきましょう。次なんだ？俺ら、あれだ、卵ボウルに入れてなかった。入れて混ぜる。待ってください。おや、
俺の得意料理何か聞きました？さっきポトフですね。卵焼きです。あれ俺片手でいけるから。いけますね。いくよ。おキレイ。おお。3回ほどに分けて少量ずつ混ぜていきます。1。本当にこうやってクッキーできんのか。少量しっかり混ぜるともたもたしてくるらしいです。もったりしてきます。俺今まで生きてきた中であのもったりって言葉聞いたことないですけど、本当にこれもったりですか？ゆうさんもうマジ腕疲れて俺今日スクリプト出なくなっちゃうんで、ちょっとやってもらっていいですか？使われますよ。こうやってください。はい、これもゆうさん、これ今更ですけど、はい、こっちで混ぜた方がいいんじゃないですか？いや、そうっすよね、はい、こっちの方がいいっすよね。ああ、あります。あー、盛りますね。よし。ゆうさん、混ぜてるだけじゃダメなんですよ。一生クッキー作れないですよ、そんなんじゃ。え、作ってくださいよ。卵を3回ほど分けて、少量ずつ混ぜていきます。あ、すいません。何やってんすか。すいません、卵入れます。俺、何回入れたか分かります？やばい、使い壊れちゃう。ちょ、やばい、剥がれねえ。はい、え、クリア。え、あ、え、これ、あ、もう3回で帰ってるじゃないですか。もう何やってますか。まあ、まあ大丈夫ですよ。食べるのリリーさんだから。そうですね。うわ、なんかもうなんかやばい、やばいな。クリさん、ダメだもん、これ絶対。俺、向いてねえな、これ。だってこいつらって結局最後には間違うから。あれですよ、ね、道と一緒、この繋がってるんで、道つくじゃないですか、結局。そうっすよね。それと一緒っす。お、もったりしてきました。でも、これもいいんじゃないですか。あ、なんかプロがこんなやってんだよな。やってないでしょ。やってねえかも。お、いいじゃん。おい、いいんじゃない。こんだけ残ってるんですけど、まあ、これは後で誰かが食べる。じゃあ、那覇さん、ちょっと俺手があれなんでまとめてください。おいしい、任せてください。なんすか。いい感じですか。もう、え、クリスさん、いいかも。もったりかも、これ。おお。薄力粉を加える。 240g。 え、クリスさん、マジであれですよ、俺測らせたら右に出るものはいないって言われるんで。じゃあもう一気に入れて。あ、マジで、目つぶってもいけるけど、今日は見上げとく。え、全然っすよ。いや、俺はそれでやるんですね。よし。え、マジこれ見てて。240。ほら。お、マジ俺ぴったりいくから。いっ、あ、まあに、まあ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 、こいつを3のバターに。あ、古いね。うわ、一気にやるとダメなんですよ。いいっすね。ちょっと熱くなってきたから変わってもらっていいですか。変わりますか。はい、お、え、クリさん、そっち派。え、那覇さん、こう。え、クリさんの方がうまいか。やばい、そこやんの。あ、やべえ。何のために俺ここでやってたんすか。もう見て、もう大惨事よ。まあ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 、これもいいじゃないですか。愛嬌ということで。そうですね。ヘラで切るようにさっくりと混ぜ合わせます。ヘラで切るように。はい、そこにヘラある。切るように。はい、ほい。
これあれですか、どういう思いを込めて D 字さんに作ってんですか。いやー、 D さんいつも頑張ってて偉い今日も起きて偉い、今日も起きて偉い、そういう気持ち、いつも IGL して偉い、偉い、うん、もういいんじゃないですか。手袋で、あれじゃないですか、手袋つけて手でやった方がいいんじゃないですか。ウェイウェイ、クリさん、力ほどすぎません、いけるか、あ、いい、これもうだいぶいいんじゃないですか。半分に分けますか。そうっすね、おい、で、ココアパウダー入れるらしいんですけど、ちょっと待って、ココアパウダー、こいつね、これあげます。いらない、マジで、マジでいらない。え、これと混ぜるんですよね。そうっすね、これ上でやっていいんですか。いいんじゃないですか、上で。ちょっと、やばいやばい、ちょっと待って、あ、ありがとうございます。こいつっすよ、混ざってる、混ざってる、おお、いい感じ、これでいいんじゃないですか。もう次はそれぞれ綿棒で5センチ伸ばすらしいっす。え、マジで5ミリ、こいつを5ミリっすよ。なんすか5ミリって。気合いっすね。何してんの、何これ。5ミリっすよ。なんすか、それ今70センチぐらいあるじゃないですか。え、縦に5ミリっすよね。で、縦とかじゃねえっすよ。なんすか5ミリって。5ミリは5ミリ。おい、よくれた先生、おった、おい、おい、肩抜くならこれぐらいっすか。これぐらいじゃね。次がその後、それぞれラップをして30分冷蔵庫で寝かせる。これでもクリスさん、ラップねえからあれじゃないですか、これでよくね。ダメかな。うん、それでいいんじゃないですか。じゃあ、体、これで30分寝かせるらしいです。寝かせこ、寝てらしい。よし、じゃあここに入れていきます。クリスさん、上ね。はいっす、締めます。これ30分寝かせるんですね。そう、30分。おい、おお、お、いいかも。5センチの厚さのまま好きな形を鉄板に黄金シートを引きます。はいはい、クリちゃん、肩抜きするんですよ、今から。オッケーです。どんな思いを込めて肩抜いてるんですか。これラブラブです。だからハートも切り抜いて、もう大好きなの、じいさんのこと。え、クリさんは、クリさんどういう気持ちでやってんの、切り抜いてんの。え、俺っすか。はい、俺もこれっす。ラブ、ラブっす。ラブしかいないよ。相思相愛かも。いっぱい並べるか。いっぱい並べましょう。170度のオーブンで余熱焼きましょう。しますか。これもう余熱終わったんで、こいつを入れて、はい、これで15分待ちます。はい、焼けました。ちょっと見せて。おお、はい、めちゃくちゃいいぞ。いいぞこれ。待って、ほらほらほら、え、こんがりやん。俺の太すぎやろ。クリさん、チョコ麺持ってきたんで、これかけましょう。めっちゃいい感じに焼けてねえすか。めっちゃいいっすよね。めちゃくちゃうまいじゃん。めっちゃうまい。これ俺マジプロになってきたかもしれない。何それ、パスファインダー。おい、天才。
あ、ちょっと俺ツイッターにあげるために撮るっすわ。マジマジで。よし、完璧じゃん。クリさん、これに盛り付けよう。お、いいっすね。え、クリスト、おい、おい、あ、ちょっとわかんないから1個食べた方がいいんじゃないですか。1個食べますか。何食べようかな。食べますよ。焼けてるか、クリさんのチェックしよう。おい、じゃあ D さん来るまで待ちましょう。待ちましょう。ホワイトデーです。おえー、すごっ。え、クッキー、クッキー、クッキー、ええー、二人が作ったの。そうだよ。そうっすよ。当たり前じゃん。あ、くないくない。おえおえ、これ俺らがどういう気持ちで作ったかわかる。日頃の感謝を込めて愛しの美人さんに対して頑張って俺ら二人作ったんだ。言ってやってくださいよ。どういうところが好きか。いや、いつもね、僕たちをね、引っ張ってくれてありがとうございます。本当ありがとうございます。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 こちらこそラブラブ。これも書いたんでしょ。あ、そうだよ。すごい。これ、見た目何点？見た目マジで、マジで5段階でいい。のうち、マジでいいよ。4位やね。見た目よ。うん、思ったより、うん、かわいいじゃない。おい。でも一番大事なのは、味じゃん。あ、確かに。食べてよ。では、小麦を。ああ、すいません。すいません、すいません、すいません。食べて。じゃあこれ1種類ずつ。ちなみにこれココアね。ココア、うん、ココア。このお、いいね。こいつから。おい、いただきます。おい、おい、いただきます。おい、おい、いい音、いい音してる。音5点。うん、すごいね。おい、おい、あたす、うまっ。ちょっとお水欲しいけど。お水欲しい。なおさん、あれですよね、これ本当に自分たち2人の力だけで作りましたね。そう、だって誰も教えてくれないんだもん、うん、でもレシピやったからちゃんとレシピ見てやった。あ、すごいね。偉いでしょ。じゃあこっちも、こっちも、もう一つの味の方もお願いします。こいつも、こいつをいただきます。おいー、おいー、一口。そう、だってさ、一口でいかないと割ったらもうあれだから。確かに。ギザギザになっちゃうから食べてよ。確かに。じゃあいただきます。はい、うまい。おい、よかった。うん、ふん、このうちの、このうちの5やね。おい、おい、ラブの味がした今。おい、いいじゃん、ハート出し。いいっすね。味も美味しくできたし、見た目も良かったし、この感想をね、最後 D さんに締めてもらえますか。そうですね。そうだよ、 D さんにやっぱサプライズで。なるほどね。用意したから、はい、お願いします。いや、まさかホワイトデーに2人からクッキーを作ってもらえるなんて思ってなかったんですけど、またなんか今回は2人が僕にサプライズしてくれたんですけど、またなんかこういう企画が見たいとかあったらコメント欄の方にいっぱい書いてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。